ビアナ公、カルロスの肖像。ビアナ公は、スペイン王国の多い継承予定者が用いる称号の、一つ。現在、アストリアス女皇、レオノール王女が保持している。もともとは、ナバラ王国の多い継承予定者の称号であった。ナバラ王カルロス三世が、はじめ自らの男子に、ついで長女ブランカとアラゴン王子フアンとの間に、生まれたカルロスに授けた。この称号は、 カルロスの妹である女王レオノールとフォアハクガストン4世のコガストンも用いた。ただし、いずれも王位を継承することはなかった。称号の創設と仕様は、西ヨーロッパ諸国の流行を反映し、王子の資料の名にちなんでいた。スペイン王国成立以前、王太子の持つ称号として比較し得るのは、カスティーリアのアストリアス公アラゴン・カタルーニャのジローナ公であった。 似たような称号として、イギリスのプリンス・オブ・ウェールズ、フランスの同ファンがある。15世紀のイサベル1世とフェルナンド2世の結婚によるスペイン王国成立、16世紀のフェルナンド2世によるナバラ王国征服といった歴史的事件のため、称号の重要性は失われた。ナバラ王国がフランス王国とスペイン王国の間で分割されたことがさらに追い打ちをかけた。現在、 ビアナ公は単なる称号に過ぎず、付属して領地が与えられるものではない。むしろ、統合されたスペイン王家の中で、かつてのナバラ王国が歴史的に継続する象徴に他ならない。ありがとうございます。